トーマス・エーベル・ブリメージ・スプラット、トーマス・エーベル・ブリメージ・スプラットは、イギリスの海軍軍人、水路学者、地質学者。最終階級は、海軍中将。トラファルガーの戦いの英雄、ジェームズ・スプラットの長男で、デボン州ティンマスの東部にある、ウッドウェイ・ハウスという父の別荘で生まれた。1827年に、イギリス海軍へ入隊し、1863年まで、 ほぼ継続して地中海地域の調査に従事した。クリミア戦争では調査船スピットファイア号の指揮官として国会で功績を立て、1855年にバス勲章コンパニオンを授与された。調査船ビーコン号に乗船していた博物学者エドワード・ホーブスとは早くに信仰を持ち、1841年から1843年にかけて彼らは 海洋生物の深度分布の観察を行った。スプラットの博物学と地質学への興味は特に、ホーブスに追うところが大きい。1847年に、彼らは、トラベルズ・インディシア、ミリアス、アンド・ザ・シバイロティスを教著で発表している。1856年に、スプラットは、トラベルズ・インディシア及び地質学と地理学の学会誌における重要な論文の著者として、 王立協会のフェローに選出された。マラリアの後遺症のために、故郷、ティンマスで、病気療養している間、彼は、ティンマスのサスの動きを調査し、湾口の改良方法を提案した。1856年に調査結果を、ア Investigation of the Movements of t i m e s バーとして発表し、当時南でボン鉄道を建設していた、イザムバードキングダムブルネルに、 その明瞭さと実用性を称賛されている。1850年代後半から1860年代にかけてマルタ島で洞窟群を調査し、当初化により蓋昇化した像やカバの化石骨を大量に発見した。これらはさらなる研究のために権威ある研究者たちのもとに送られた。像の遺物はヒュー・ファルコナーが研究を行い、ファルコナーは マルタ島のドワーフエレファントに対して、エレファス・メラテンシスという学名を与えることを考えていた。1865年に不幸にも、ファルコナーは病死してしまい、1868年に同僚であったチャールズ・マーチソンによって、エレファス・メラテンシスを含めた遺行が発表された。また、スプラットからファルコナーへ送られた資料から、ジョージ・バスクは、 大きさの異なる2種のグループを見出した。より小さなものを新種として、1867年に同僚にちなんでエレファス・ファルコネリとして発表した。スプラットはいくつかのギリシャの島々や小アジアの沿岸部で地質調査やナイル川デルタにおける詳細な観察を行った。スプラットは1865年に発表したトラベルズリーサーチス・インクリートで著名である。 その中で彼は、クレタ島の自然地理学、地質学、考古学、博物学という多分野を巧みに記述している。二つの化石種が彼にちなんで名付けられており、数冊の書籍が彼に捧げられている。1866年から1873年まで、水産委員長を、1879年から、亡くなるまでマージー側の管理者代理を務めた。 1888年3月12日にロイヤル、タンブリッジウェルズで死去。ソフィア・プライスと結婚しており、彼らの間には、息子が、数といた。T ・スプラットは、植物の学名で命名者を示す場合に、トーマス・エーベル・ブリメージス・スプラットを示すのに使われる。ありがとうございます。